続いてはやはりあのアウトランダー PHEV 新しくなりました、はい、で新しくなってどう走りが変わったのかというお話もねお伺いしたいなと思います、はい、で今回のやっぱり大きく変わったっていう点は、はい、松井さんモードですかね。そうですね、はい、今回あのスポーツモードとスノーモードを追加して、はい、まあ、このようなうまく使う、しかもそれを路面に合わせてとか芯に合わせて最適にする、でしかもあのボタンで切り替えることによって分かりやすくして、うん、で皆さんにそのこのポテンシャルを感じていただきたいと、そういう狙いで新しく2つのモードを追加しました。はい、じゃあちょっとその2つのモードもあのご説明をお願いしたいんですけれども、はい、いいでしょうか。はい、はい、私の方から、はい、じゃあお願いいたします。はい、あ、皆さんで、あ、いいのかな。はい、はい、ですね、今回あの今松井からも説明あったんですけど、2つのモード、まず1つ目がスポーツモードです。どこ狙ってるかというと、ここの大きなところですね、あの下のところにどんな路面走ってますかってシーンが書かれてるんですけど、スポーツモードはここですね、ドライパーブ、こう乾燥舗装路で、まあ、スポーティーにキミキミ走るっていうところをまず狙って、作っているのがスポーツモード、はい、乾燥舗装路ですね、はい、そうですね、はい、でここの切り替えがですね、このボタンですね、SAWC の切り替えのボタンのここの一連のところで専用のスポーツモードボタンというのを設定しております。はい、そう、スポーツモードのボタン、スポーツモードだけボタンが独立してあるんですね。はい、いっぱい使っていただきたいです。いっぱい使って、はい、なるほど、はい、はい、で続いてですね、もう一つがですね、スノーモードというところで、まあ、読んで字のことです、ですね、基本は、まあ、雪、氷だとか、あとは、深雪ですね、こういうところを狙ってここで安心で、安全に走っていただく、スムースに走っていただく、こういうことを狙いとしたスノーモードを追加しました。この2つのモードを追加することによってですね、スポーツ、ノーマル、スノー、あとロックですね、いろんな皆さんあの走っていただく場面すべてカバーしておりますというところで、まあ、必要なに応じて切り替えていただければ、いつでもどこでも安全快適楽しく走っていただけるということを、私たちがあの皆さんにお届けしたくて、このスポーツモードとスノーモード2つ設定させていただきました。はいはい、本当にそのどんな道でも行けるっていうことをすごくこう重要に、ね、はい、考えられていらっしゃいますよね。そうですね、はい、あの三菱自動車の SAWC があの実現する SUV ですね、うん、まあ、そういうあの車っていうのはどこでもやっぱり誰でもどこでも安全快適楽しく、こういうところが実現できるようなことを考えて、まあ、このようなものを設定しているということですね。はい、ありがとうございます。じゃあ実際にですね、なんかそのスポーツモードとスノーモード今ね、はい、教えていただきましたけれども、それをこう走って映像で見たらどうなるのかというね、はい、映像があるんですよね。はい、はい、あのかっこいい映像を用意させていただいております。 ありがとうございます。ぜひ見てみてください、はい、じゃあそちらの、はい、映像の方もお願いいたしますですね。まずはスポーツモードからです。ところでここのスポーツモードスイッチですね、こんな表示が出ます。あ、はい、スポーツと、でこういう SAWC の作動表示もあります。でこの後にですね、まあ、どんな風に動くのっていう、はい、あの解説のところが入ってますので、その時にあの駆動している時は、加速している時は青色、あのブレーキ踏んでいる時はあの赤色の、タイヤが光るようになっているので、ちょっと見ながら、はい、ここからですね、ぐーっと大きなコーナーを上がっていくんですけど、はい、まず減速して、ここの時もですね、ブレーキの力っていうのを、ね、配分してるんですよね。フロントブレーキ、あのモーター使った回生による減速の力ですね。はい、はい、で内輪にブレーキかけながら、あの旋回をカーブを曲がるのを助けてます。で続いてここから加速してきますっていうところで、加速する力がフロントリアに伝わってるんですけど、あの後輪の方が若干多めで、先ほどのコップの説明通りですね、うん、でここの赤の点滅してたのがブレーキ AYC というところが働いているという、はい、こういう絵になりますね。はい、こんな形で気持ちよくカーブを曲がっていただけるっていうところが、はい、はい、はい、以上がスポーツモードですね。ありがとうございます。はい、で続いてですね、はい、スノーモード、はい、そのまま続いて見ていただきます。こ
こちらも同じような、ね、解説あるんですけど、減速力する力ですね、モーターの回生ブレーキっていうのかな、これが赤いタイヤの表示です、はい、で、あ、これスノーモード切り替えましたね。で、加速する力は青いタイヤの光で、また同じように説明しています。で、スポーツとスノーっていうところで、まあ、走る路面が違うので、先ほどのコップの大きさっていうのがそれぞれやっぱり違うので、はい、そこでトルク のやり取りのスピードとか、そういうところをです、ね、微調整して雪にマッチするように、なんだろう、調整をしているっていうことですね、うん、ここも同じように回生ブレーキの配分を減速してるんで前寄りに配分します。ここからまた加速してきますね。もうずっと中の AYC ブレーキ働きながら、やっぱりちょっとリアがね、加速力を多めに配分して最後脱出していくと、はい、はい、でこんな走りもね、できますよというところで、すごいなんか、ね、雪の上とは思えないような走りですよね、はい、はい、以上がですね、スノーモードの、解説のビデオになりますというところで、はい、まあ、今回この2つの、ね、モードを追加しちゃうことによってですね、皆さんさらになんだろうな、いろんな場面で安心安全というところを、ね、体感いただけるかなと思ってますので、ぜひこれからまた寒いシーズンになってきますので、スポーツモードも含めてスノーモードで、ね、使っていただきたいなと思ってます、はい、で実は、はい、さらになんかそのスポーツモードスノーモード、はい、2つこう比べられるというか、そうですね、そういった映像もあると、はい、雪道でなので、はい、まあ、スポーツモードは、まあ、ここ見ていただくとちょっとね、車の角度がつきながらなんですけど、前に先に進んでるよ。スノーモードはその一方ですね、しっかりこのパイロンスラロームっていうんですけど、雪を捕まえて思った通りに曲がってるっていうところで、まあ、ちょこっとキャラクターが違うんですけどね、スポーツスノーとも雪道で安定して、ね、キビキビ、スポーツモードはキビキビですね、スノーモードは安全安心でっていうところで、まあ、こんな走り方も、ね、スノーやスポーツでできるんですよというところの比較で見ていただくとね、まあ、キャラクターの違いが、ね、分かるかな。そうなんです、はい、こうやって見ると、ね、はい、分かります。そうですね、はい、これがですね、先ほどの動画の中でもちょこっとチラチラ出てたんですけど、実はですね、この SAWC っていう動きを表示するメーターっていうのも新しくしているんですよ。でこれ、3つのパターンですね、直進一定速度、直進減速、旋回加速っていうところに書いてあるんですけど、まず直進で一定速度の時っていうのは駆動力の配分をこの真ん中のゲージで表してるんですけど、はい、まあ、大体50対50イーブンでですね、ここの白い点のところと同じところで赤い線になってて、まあ、同じような配分をして、タイヤの余力を持ってますよっていうところがまずこういう形で、はい、見れますっていうところで、これがですね、駆動力配分が前寄りになるとこの赤い線が上の方に上がってきます、はい、今度、後輪寄りになると下の方に下がってきますっていうところで、こういう示してますよっていうのが1個で、じゃあその時に減速するとどうなるのっていうところが次真ん中のところですね、はい、真ん中のところで、減速するとタイヤの重さっていうの、タイヤにかかる重さっていうのは前寄りにかかってきますよね、うん、減速すると皆さんこう前つんのめるような感じになるんで、それが車の中でも起こっているので、車の発生できるタイヤの大きさっていうのが前が大きくなるので、駆動力配分、回生力配分も前寄りにしましょうというところで、こんな風にゲージが出ます。あ、はい、これ実際車でね、運転しててこんな風に出てくる。じゃこれが面白いですよね、はい、これ見たらね、今の説明聞くと皆さん分かると思いますけど、はい、真ん中に、ね、あったものがその減速した時、直進減速だとしっかりね、はい、こう前に今ありますよっていうね、はい、そう、これはやっぱ分からない私なんかが見ても、はい、いや楽しいなって思いますね。さらにですね、こちら旋回しながら加速するとどうなるの、うん、っていうのを示してて、はい、先ほどのね、ですね、真ん中のバーのとこですね、加速してるんで今度は後ろに引っ張られます。後ろのタイヤに、車の重さが寄りかかるので駆動力配分も後ろ寄りにします。はい、はい、この真ん中に対して後ろ寄りになります。さらにですね、まあブレーキ AYC、AYC っていうのが働いてるとですね、こういうゲージでですね、こう回転する力っていうのを表現します。で、これだとですね、僕から見てだと右かな、こ
客さん見てるとどっちなのかちょっと分かんないですけど、まあ、ここでこういうゲージが出てですね、あの旋回するのを助ける様子もここで見られますというところで、あの新しくなってね、デザインもちょっと一新されてかっこよくなった、またあの注目して、あのなかなか運転しながらだとね、特にあの一生懸命運転しちゃうと見れないんですけど、あの助手席に乗られてる方は、ね、よく見えるんで、ね、そうですね、そう運転してる方 ってね、見たくなっちゃうから、はい、見たくなっちゃうと思いますけど、運転するときはね、なかなかね、はい、ちょっと見ないようにしたい、ね、はい、安全に注意しながら、安全に注意しながら、はい、これはですね、先ほどちょっと私申しました、はい、この今回この新型で SAWC をもっと皆さんに、あのアピールしたいというか分かってもらいたいということで、ここも一新して、ただ一新するだけじゃちょっと面白くないし、まあ、この技術者はですねすごくこだわりがあって、さっきの前後の荷重配分を今まではちゃんとちょっと表せてなかったんですね、はい、だから今回これを表すんだってことで、あのこういう新しい絵、そして動き方も変えてます。でこれ面白いんです、あのこれチューニングをですね実際あの彼らがやってまして、はい、実際動いてるのとその視覚的なところも含めてですね、チューニングするんですよ。チューニングをっていうのはどういう、はい、あの車の動き方とここのゲージの動き方が違和感があると気持ち悪いじゃないですか、はい、そういう違和感がないようにだとか、まあ、あの基本的なところでなんか変なチラチラがしないようにですか、そういうところも含めて実は四駆の制御屋さんなんですけど、こういうことも実はあの開発の中にやってます。この先ほどのこの前と後ろの制御を決める試験をずっとやってるんですけど、はい、その片手間っていうかその後なのかあのここのチューニングをああでもないこうでもないとあの、はい、やられて、うん、それで違和感のない、そうですね、ちょうどこういい感じに仕立てたと、これも彼らが仕立ててます。基本は実際の制御の値を出すのが基本なんですけども、はい、全くそのまま出してしまうとものすごく細かい制御やってるんで、キラキラカチ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 パチ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 動いて、あ、なるほど、目が疲れるんで、はい、ある程度、まあ、あの難しく言うとフィルターをかけて、はい、見やすいように、そうですね、あのちょっとあるいはその小さいところは少し増幅しながらとかね、いろいろ工夫があるんですけども、はい、イメージしたような動きがするようにっていうのをいろいろ工夫しながらですね、はい、ありがとうございます。加藤さんにね説明していただいて、そしてなんかすかさずあの沢瀬さんが、そうですね、プラスアルファで、はい、先生、先生が入ってくださいました。